デーブ・スペクターは日本を拠点に活動するアメリカ人、テレビプロデューサー、タレント、株式会社、スペクター・コミュニケーションズ代表取締役、放送作家、著作家としても活動する、アメリカ合衆国のイリノイ州シカゴ出身、交渉身長170センチメートル、血液型は O 型、妻はエッセイストコラムニストの京子スペクター、 イリノイ州シカゴに誕生する。幼少時代は、子役としてアメリカでケロックのコーンフレークのコマーシャルなどの大手企業のテレビ CM に出演していた。小学5年生の頃、日本から転校してきたワタルくんという日本人少年を驚かせようと、郵便局はどこですかという日本語を覚え披露したところ、ワタルくんは大変に感激し、日本語が上手だと褒めてくれた。 それをきっかけに日本に対し強い興味を持つようになり、毎日50個以上の日本語単語を覚えることが日課となった。なお現在でも日本語の単語を1日に3つから5つ覚えることを欠かさず、どんな場面においてもコメンテーターとして専門用語を理解し使いこなしている。デーブは渡るくんが持っていた週刊少年サンデーや週刊少年マガジンなどの 少年漫画に興味を持ち、渡るくんの日本漫画を読みたいという気持ちから、学校の授業が終わった後、週1回1時間の日本語授業を地元の日本人補修校で受け、アメリカ人でありながら卒業生相談となった。渡るくんとは、現在に至るまで進行が続いている。日本の漫画をよく読んでいたことについては、おそ松くんに出てくるちびたが、いつも手にしているおでんを見て、 それが食べ物であると知るまで何らかの武器であるに違いないと信じ込んでいたと語っていることからも伺える。まだテレビの録画技術も発展していない当時、アメリカ在住の日本人駐在員や日系アメリカ人向けに全米巡回で鑑賞会が開かれていた NHK 紅白歌合戦の放映会がシカゴに回ってきた際には一緒に鑑賞していたという。君と いつまでも花と蝶に至っては歌詞を覚えて物マネまでしていた。日本人学生を対象にしたシカゴ日系人会主催の日本語弁論大会で2年連続優勝を果たしており当時の状況から日系人でないアメリカ人の子供が日本語弁論大会に優勝すること自体が快挙だった。論文の題は三島由紀夫の生涯と自殺であった。1972年に 上智大学に留学し、1975年にシカゴの放送学校を卒業した。日本留学時代は、アマチマリなどのアイドルの追っかけに熱中していた。シカゴのコメディ劇団セカンドシティに所属したり、コメディライターとして活躍した後、ABC テレビの番組プロデューサー及び番組内における日本特派員として再来日する。憧れていた、加山雄三から撮った、 ユー,ーを名乗り、副業で日本人の旅行案内員をしているときに、ロサンゼルスリトル東京のホテルニューオータニロサンゼルスにコンシェルジュとして勤務していた京子と出会い、1981年に結婚した。アメリカ ABC テレビの番組の仕事のため、1983年から1987年頃までは、日本とアメリカを行き来していたが、仕事の量が、 日本で増えるようになってからは、活動拠点を東京に移した。なお、京子との間に子供はいない。妻と共に、ヒルトン東京に長期滞在する、ホテル生活は十数年に及び、そのユニークな生活スタイルが話題となった。笑っていいとも。で、デーブ、雄三、スペクター名でデビュー。面白プレヌーンで、日本のテレビに初出演。巧みな話術に注目が集まり、 徐々に外国人タレントとしての活動に軸足を置くようになり、ドラマや CM などにも活動の場を広げる。以降、ダジャレを発するアメリカ人としてバラエティで徴用される一方、各種情報番組のコメンテーターとしても活躍し、オリコン2009年好きなコメンテーター1位を獲得。彼の代名詞とも言えるアメリカンジョークと、 そこに潜ませた的確さ、知識の豊富さが指示され、唯一、全世代にわたり、トップ3入りを果たした。来日して、初めて行ったダジャレは、住めば、宮古春美である。その他に、安ズルより、横山康氏などがある。また、バラエティ番組、夜はたまた、真男だけ。や、ひらけ。ポンキッキー以降の、ポンキッキーズシリーズでは、構成作家としても携わった。 1990年代以降のタレント活動は、ワイドショーのコメンテーターとしての出演が多く、どのニュースにもコメントを行うが、アメリカなど、海外の芸能ニュースを得意とし、特だね。や、ワイド。スクランブル、サンデージャポンでは、海外エンタメニュースを担当。肩書きは、テレビプロデューサーとしている。テレビプロデューサーとして、愛する二人、別れる二人に対し、本物は、 もっとすごいと元ネタになった番組、ジェリー・スプリンガー賞の放映権を直接買いに行ったという。スペクター・コミュニケーションズ代表として海外番組の買い付けビジネスを行っており、マイケル・ジャクソンが亡くなった時はいち早く各局に映像を提供し、現地報道陣より先に最新情報を手に入れていたとされる。2001年9月には横綱・明け棒の太郎の断髪式で、 アケボノの曲げにハサミを入れた。スペクターコミュニケーションズでは、海外番組やユニークな CM のほか、海外セレブ、特にアメリカのゴシップ情報を多く買い付け、各局に提供しており、さらにその多くは、デーブ自身も出演している。また、アメリカの最新エンタメ情報を収集するため、ロサンゼルスの現地事務所より、エンタメ誌を空輸させている。 タレントを発掘する能力にも長けており、当時関西のテレビ番組に出演していた橋本徹に目をつけ、プロフィールを作って東京の各テレビ局を訪ね、デーブ自ら売り込みをして回り、東京進出に一役買った。独自で探してきた日本の優れた人やものをアメリカの番組で数多く紹介してきている。今ハリウッドセレブの間で流行っている。 温水洗浄便座をいち早く米国のメディアで紹介したり日本の番組を紹介しそれを見たテレビ局が米版の番組を作るきっかけを作った風雲竹市場城や料理の鉄人などはデーブが最初にアメリカに紹介した東北地方太平洋沖地震では日本で暮らすアメリカ人テレビプロデューサーとしてアメリカのケーブルニュース MSNBC や フォックスニュースに出演コメンテーターとして震災の様子を刻々と伝えた。故郷シカゴの放送局などにも出演。本人のジョーク好きの性格も相まってデーブには多くの都市伝説が存在する。現在他、多数過去、不定期出演ほか、多数。ありがとうございます。